車とタイヤの限界を引き出してる走り。勝てるんじゃないかな。勝てる。おお、うまい、うまい。これは速い。速いっすね。これは速いよ。土橋さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。土橋和也さんは、はい、ね、こちらの資料にはですね、すべてのスポーツが苦手ですってあるんですけど、モータースポーツはいかがなんですか？モータースポーツは好きです。好きです。好きです。得意かどうかは。でも車見てると結構走ってそうだね。本当ですか？うん、あ、土橋さん今日のあの土橋さんの車は何ですかね？あれはインテアールですね。そうですか。はい、ね、見てください。あれなんか結構いじってそうだね。どうですかその辺。いじってますか。やってそうだね。側だけです。側だけ。側だけです。あ、そう、はい、うん。足やってるよね。足は入ってますね。ブレーキもやってるよね。ブレーキノーマルです。あ、ノーマル。はい、あ、そう。エンジンは。エンジンもノーマルです。はい、土橋さんのこれまでの経歴をまずちょっと、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、レース経験は全くございません。はい、おお、そうなんですか。サーキットも走行経験もあるんですか。ここは走ったことあります。あ、ここ走ったことある。一度だけ。一度だけ。SUV で。それはそれは無理だな。普段車に乗るのはホームセンターへ買い物に行くときぐらいです、ね、ホームセンター通いで、培った腕前を見せつけてやります。なめんなよ。うちの控えはいっぱいいるからね。はい、そうですよ。プロクラスは、はい、あ、その中で誰を選ぶかだよね。そうですね。さあ、それではですね、対戦するプロを決めるくじを引いていただきましょう。はい、誰が出るかな。はい、お、お、誰、久保さんです。おお、久保凛太郎。そうですか、久保凛太郎さん。マチルク BRZ プラクラスチャンピオン、はい、お、四天王の中ではどうですか、ランキング的には。まあ、FR に乗せたら、はい、うまい。うまい、うまい。ただ今回は FF、 さあ凛太郎困ったぞ。濁したな、随分今。さあ困ったぞ。多分凛太郎は FF は乗ったことはない。なあ、そうですか。じゃあその辺のところも含めてですね、リポーターの江崎さんに聞いてみましょうか。はいはい、ね、江崎さん。江崎です。ちょっと聞いてもらいましょうか。どう、凛太郎、 FF は FF どうですかって。凛太郎選手、 FF の車どうですか。バックで走れば FR だと思うんだけど。ちょっとね、トークの腕が上がってんのよ。気合入ってますね、気合入ってますね。なんだよ、いきなり飛ばし始めましたけども、あの竹岡さんね、はい、さっき言われてましたけど、やっぱりこう、自分の愛車をなんかプロが運転してるのを見るっていうのはなんとなく不思議なもんでしょうね、これ、うん、なんか自分の車こんないけんだっていうのが、うんうん、なんか限界値をね、そう、限界値をなかなかね、自分では、ね、出しきれないから、ね、でその辺のところどうですか、自分の愛車をああやってプロが、一流のプロが走ってるって、はい、やはり参考になります。参考になる、はい、ね。なんかどこいじるといいよとかアドバイスとかしてくれていいですよね。そうですよ ね、久保選手なんかそういうところすごいね、よく分かってらっしゃる感じだから。土橋さんすごい揺らしながら、ウェービングしながら、ね、あえて揺らしてるんでしょうね、どんな感じか。今ハンコックなんてタイヤの熱に熱をね入れてる、入れてるんですよね。まもなくスタートです。ここもすごいね。今スタートです。いいよ、なかなかいい。うわ、直線速いな。挑戦者の土橋さんがね、もう興味津々で覗き込んでますが、いいですよ、前まで行って見ても。うん、直線速かったな、今。ヘアピンカーブに入りました。浮いてくるからね。どういう風な腕前を吐露するのか、見せるのか、見せつけるのか。うわ、うまいな。うまい。ブレーキングの今、タイミング抜群っすね。うまいね。うまいっすよね、本当に。うまい。わかる。音がやっぱり、うん、すごいですね。いやいや、中途長いもん、こういうこういう仕事。確かに長くなりました、僕も。うまい、うまい。これは速い。速いっすね。これは速いよ。絶対に負けないと。ちょっとなんかすごいわ。ゴールです、今ゴールです。これは速いね。ちょっとでも、まず土橋さん、どうでした、見てて今。速すぎ、速いっすよね。車とタイヤの限界を引き出してる走り。いや、そうですね、音も本当ギリギリのところ。そうそう、ブレーキングもうまいし、うん、はあ、特にそういうのって、なんか能力いっぱいのところって一回その全周、一周しただけで分かるんですか。分かる、分かる。え、分かるんですか。じゃないとプロにはなれない、うん、あー、なんか挨拶しただけでその人のキャラが分かるみたいな。まさにそうです。いや、これは面白いよ。
あ、そうですか。土橋さんが今の走りを見て、うん、どう感化されるか。あ、そう、刺激を受けてね。そうか、どこまで参考にするか。そうですね。はい。いやー、日焼けしてますね。そうだよ、待ち時間長かったんです。すいません、なんか本当に。全然全然。手応えは？実際に走ってみていかがでしたか？全然タイヤ来なくて、うん、結構頑張って温めてほわってきたかなと思ったんですけど、アタック終わって向こうのコーナー試しにそのまま全開で行ったらめっちゃ曲がって、うん、あ、これ相手に有利だなと思ったんで、うん、温めずにそのまま正解正解はやべえと思って、これはやられるなと思ったんで。それってすっごく余裕じゃないですか。いや、余裕がないんでずるいことをやろうっていういや、でもやっぱさすがですね。早かったよ、早かった、一周でそこを全部見抜いて行ったから、さあタイムは こちらです。48秒38。おお、土屋さんどうですか、勝負できそうですか。大したことないんですよ見た感じ7秒はいってるな。あ、いやすごいね。だからタイヤがグリップしないんだろうね、うんうん、そうですね。そこのヘアピンも結局ここの最終とかでもちょっとアンダーっぽかったんで、うん、じゃあ最後の一髪がなかったのと、土屋さんの動画見てきたんで再度引こうかなと思ったの、うん、長いコーナーがなくて再度引くように動画と違ったわけですね。そうですね、そうですね。あの、土屋さんの筑波の最終の再度見てよし引くぞと思ったんですけどなんかめちゃくちゃ忙しくて引く余裕がなくなっちゃう。これ土屋さんが全盛期の頃あの車に乗ってたらこれぐらい出るだろうなっていう推測でいいんですけども、タイムはどれぐらいですか。いや、だから今の凛太郎の走りを見たら7秒台はいってるかなっていう、うん、あ、そうですか、うん、だけどタイヤが温まってないだろうね、このタイムはね、うん、なるほどね、うん、だって無駄はなかったからね、うん、いや、うまかったです。ブレーキングにしてもアクセルにしても。土屋さんどう、今までこのタイムは出たことある？ SUV で走ったことしかないんですけども、勝てるんじゃないかな。勝てるわ。おお、希望が湧いた。あのねさあ、それでは行ってもらいますか。行ってもらいましょう。行ってもらいましょう。ちょっとすごいぞこれ。次の言葉ありませんけれども、は、なんかありますか、はい、意気込みをどうぞ。あの、早く走りましょう。あの、タイヤが冷えちゃうんで早く走りましょう。早く走りましょう。もうちょっとあの車についてお聞きください。さあ、それではマイカー。いやー、どうなんだろう。ゆっくり走って。ゆっくり走って。その、プロの口からゆっくり走ってという言葉が出ましたが。気遣ってくれ。意外とあの人超速い気がするんですよ。匂い感じました。なんとなく。三味線弾いてんじゃないかな。三味線をね。だからあえてスーパーに行くときぐらいしか車乗ってませんなんてね、はい、ことを言うのかもしれませんね。なんかそんな気が若干するんですね。タイヤの温まりがどこまで行くかですね。さっきね、凛太郎さんが言ったみたいな。そうそうそう。さあ、それが本当に三味線なのかどうなのか、これからそれが明らかになりますが、全周しているところであります。まもなく本番を迎える土橋さんですが、どういった心境でやりましょうか。ホームセンター通いで培った腕前を見せつけてやりますというとんでもないコメントしかないませんが、コメント三味線弾いてるなぁ、だとしたらやっぱり引いてます。ベン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 言ってますよ、ベン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 。さあ、スタートです。ラストの挑戦者ですが、果たしてどうなりますか。今のところどうですか。悪くはない。悪くはない。悪くはない。実は実はまだ1回ぐらいしか走ってないということも、ひょっとしたら本当は違うのかもしれませんね。それか、あの車をそれほど愛しているのかということにもなりますが、ちょっと落としましたね。ちょっと落としましたね。大丈夫だと思う。今のカーブを見てそう思いました。ね、落としすぎましたかね。減速が少し大きいかなっていうか。安心しましたか、リンタロさん。ちょっとまたコメント控えさせてください。さあ、いよいよ最後のカーブを終えます。戻ってきます。まもなくゴールです。おお、きしむきしむ。すごい音が開幕オーダー。土屋さん、まあちょっとブレーキングが長かったって言ってましたけどね。凛太郎よりもちょっとブレーキの時間が長い。長い、はい、でもホームセンターだけじゃないですね、あれね。間違いないですね。間違いないですね。あ、コストコイが言ってますね。ですよね、はい、ですよね、はい、間違いない。帰ってらっしゃいましたね。お帰りなさいませ。ありがとうございます。どうでしたですか。そこのヘアピンミスりました。あ、やっぱり、まあ、土屋さんおっしゃってたところですね。あれを見て安心したんですか。そうです、あれを見て大丈夫と思いました。そうですか。安心したという言葉が本当なのかどうなのか、タイムを見てみることにしましょう。お願いします。はい、ドン。
49秒06に0コンマ7秒あぶねえ大して差はないじゃないですか。いやだからまあコンマ8秒以内だろうな。そうですね、土屋さんおっしゃってました、もう予想通り、はい、じゃあそのコンマ8秒は何かっていうと、その土屋さんのミスじゃなくて、うん、全てのところでブレーキングが長い、うん、一番車速が落ちるところ、落ちてる時間が長い、うん、凛太郎に比べるとね。あ、凛太郎はそのエイペックスでドンって落としてから加速に入ってるっていう、そのブレーキとアクセルオンのメリハリがやっぱり土屋さんの方がだらーっと長い。はあ、やっぱりそのアマチュアとプロの違いというのはそういうところにあるんですかね。うーんと思いますよ。うん、俊敏にこう反応していかなきゃいけないと。そうですね。あ、やっぱりそれだけ車との会話がこう瞬時にできないとダメなんですね。まあそうじゃないとプロはやっていけないですよね。うん、ということですが、いかがですか改めて。プロ目指します。お、本当かかってきなさいということで、わずかの差でしたが、残念ながら土屋さん、これで1人目のプロに負けましたので、土屋さんへの挑戦権を得ることはできませんでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。